寄り添う e-net の会員登録手順についてご案内いたします。寄り添う e-net を登録する際は、電気のお客様番号がわかる電気ご使用量のお知らせや電気料金払い込み表などをご準備ください。また現在の支払い方法が口座振替のお客様は、振替口座の口座番号がわかるものをお手元にご準備いただくと登録がスムーズです。検索バナーより東北電力を検索いたします。検索結果より東北電力ホームページをタップします。トップページバナーより寄り添う e-net の会員登録ログインはこちらからをタップします。次に新規会員登録をタップします。はじめに利用規約をよくご確認いただき、規約の内容にご同意いただける場合、次のステップへお進みください。メールアドレスを入力し、利用規約に同意するにチェックを入れ、送信するをタップしてください。迷惑メール設定やドメイン許可の設定をされているお客様は、@東北-epco.co.jp からのメールを受信できるようにしてください。なお、すでにご使用されているメールアドレスはご使用できません。入力したメールアドレスの受信ボックスを確認し、寄り添う e-net 会員登録 URL のお知らせメールを開きます。メールの本文に記載されている会員登録専用 URL をタップします。開いたページから会員情報の登録を行います。まず個人での登録か法人での登録かを選択しタップします。会員登録氏名を全角で入力します。姓と名前の間には全角スペースを入力してください。会員氏名の振り仮名は会員氏名の入力時自動で入力されるため、入力内容を確認し、相違があればご自身で修正してください。姓と名前の間は全角スペースを入力してください。次に性別を選択してください。次に生年月日を入力します。生年月日はプルダウンより該当の年月日をそれぞれ選択してください。次はご住所の登録です。住所の入力は、まずはじめに登録するご住所の配偶なし郵便番号を入力し、住所を自動検索ボタンをタップします。プルダウンボタンを開くと住所の候補が表示されますので、該当の住所を選択してください。自動セットされた以降のご住所をご自身で入力してください。次に電話番号を入力してください。電話番号まで入力が終わりましたら、次にログイン ID パスワードを設定します。ログイン ID パスワードはお客様ご自身でご設定をお願いいたします。お客様の安全な利用のために、他社サービスでご使用のログイン ID パスワードの使い回しは避け、数字、英字の大文字、小文字を組み合わせた推測の難しいものを設定してください。まずログイン ID を8文字以上36文字までの英字、数字をそれぞれ1文字以上含む半角英数字でご設定してください。ログイン ID には記号は使用できません。すでに別の会員が使用されているログイン ID は登録することができません。欄外右に丸印が表示されたことを確認して ID を設定してください。次にパスワードを設定してください。パスワードは8文字以上12文字までの英字、数字をそれぞれ1文字以上含む半角英数字でご設定をお願いします。パスワードを表示するにチェックを入れると、入力内容を確認しながら入力することができます。パスワードの入力が完了いたしましたら、ご確認のためもう一度入力をお願いします。
次に秘密の質問2つを設定します。選択肢を選び、回答をご自身で設定できるので、いざという時のセキュリティを高めることができます。すべての入力が終わりましたら、確認するボタンをタップしてください。確認するボタンを押しても入力内容の画面に切り替わらない場合、今までの入力内容を確認し、エラーになっている項目の修正入力をお願いいたします。修正が終わりましたら、再度登録するボタンをタップしてください。入力内容の確認画面です。入力した内容に誤りがないことを確認の上、登録するボタンをタップしてください。修正したい箇所がある場合は、戻るボタンを押して入力項目の修正を行ってください。会員情報を登録するとマイページが作成されます。東北電力とのご契約をお持ちでない方は、ここで会員登録作業は完了です。次に、東北電力とのご契約をお持ちのお客様は契約情報登録を行います。ご契約情報登録にはお客様番号の入力が必要です。お客様番号は、年金のご使用料のお知らせなど当社からお届けする契約関係書類に記載がございますので、あらかじめご準備をお願いいたします。ご契約情報登録へ進むをタップしてください。電気料金のお支払い方法が口座振替の場合とクレジットカード振込用紙でのお支払いの場合では、登録手順が異なりますので、現在のお支払い方法をご確認ください。はじめに、口座振替の場合の登録手順をご案内いたします。現在の支払い方法が口座振替の方は、口座振替のお客様をタップします。登録したい契約のお客様番号を入力します。次に、現在の電気料金振替口座の口座番号7桁を入力してください。金融機関コードや支店コードの入力は不要です。ご登録口座がゆうちょ銀行の場合で、通帳番号が8桁の場合は、下1桁を除いた7桁を入力してください。口座番号が7桁に満たない場合は、先頭部分に0を入力して、全部で7桁になるように入力してください。次に、ご契約者との関係をご入力してください。その他を選択された場合は、そのご関係も下の欄にご入力ください。次に、ご利用明細サービスの設定を選択してください。ご利用明細サービスとは、毎月の電気ご使用量のお知らせ、検針表を寄り添う e-net 上でお知らせするサービスです。利用するを選択した場合、紙面でのお知らせはなくなります。また、お知らせの更新は毎月メールでお知らせします。首都圏エリアのお客様、寄り添う電気の場合は、料金のお知らせのみお知らせいたします。利用する、利用しない、どちらかを選択してください。ご使用量のお知らせ更新メールとは、その月のご使用量の検診結果が更新されたことをお知らせするメールです。受け取る、受け取らない、どちらかを選択してください。料金のお知らせ更新メールとは、その月の電気料金が確定したことをお知らせするメールです。受け取る、受け取らない、どちらかを選択してください。首都圏エリア、寄り添う電気ご契約のお客様の場合は、更新メールの受け取りは必須となります。なお、ご利用明細サービスを利用するに設定した場合、ご使用量のお知らせ更新メールか、料金のお知らせ更新メールのいずれかは受け取るに設定する必要があります。ご紹介コードやキャンペーンコードをお持ちの場合は入力してください。確認するボタンをタップし、入力内容を確認してから、登録するボタンを押してください。以上で登録作業は完了です。口座振替のお客様のご契約情報登録は、入力後即時で反映いたします。なお、口座番号がわからない場合は、お手数ですが、次にご説明する
クレジットカードまたは振込用紙のお客様ボタンから登録してください。お支払い方法がクレジットカードまたは振込用紙のお客様の場合はクレジットカードまたは振込用紙のお客様をタップします。登録したい契約のお客様番号を入力します。次にご契約名義を全角で入力します。姓と名前の間には全角スペースを入力してください。ご契約名義の振り仮名はご契約名義の入力時自動で入力されるため入力内容を確認し相違があればご自身で修正してください。姓と名前の間は全角スペースを入力してください。次にご契約者との関係をご入力してください。その他を選択された場合はそのご関係も下の欄にご入力ください。次に登録したい契約のご使用場所住所をご入力してください。ご住所の入力はまずはじめに登録するご住所の配分なし郵便番号を入力し住所を自動検索ボタンをタップします。住所の候補が表示されますので該当の住所を選択してください。自動セットされた以降のご住所をご自身で入力してください。次にご利用明細サービスの設定を選択してください。ご利用明細サービスとは毎月の電気ご使用量のお知らせ、検針表を寄り添ういいネット上でお知らせするサービスです。利用するを選択した場合、紙面でのお知らせはなくなります。また、お知らせの更新は毎月メールでお知らせします。首都圏エリアのお客様、寄り添う電気の場合は料金のお知らせのみお知らせいたします。利用する、利用しない、どちらかを選択してください。ご使用量のお知らせ更新メールとは、その月のご使用量の検診結果が更新されたことをお知らせするメールです。受け取る、受け取らない、どちらかを選択してください。料金のお知らせ更新メールとは、その月の電気料金が確定したことをお知らせするメールです。受け取る、受け取らない、どちらかを選択してください。首都圏エリア、寄り添う電気をご契約のお客様の場合は、更新メールの受け取りは必須となります。なお、ご利用明細サービスを利用するに設定した場合、ご使用量のお知らせ更新メールか、料金のお知らせ更新メールのいずれかは、受け取るに設定する必要があります。紹介コードやキャンペーンコードをお持ちの場合は入力してください。確認するボタンをタップし、入力内容を確認してから、登録するボタンを押してください。これでご契約登録手順は以上となります。お申し込み内容の審査終了後、電気料金のご請求先住所へ第2パスワードのお知らせはがきを送付します。第2パスワードとは、登録済みのご契約情報について各種サービスを開始するために必要なパスワードです。マイページにログインするためのパスワードとは異なりますのでご注意ください。第2パスワードのお知らせはがきがお手元に届きましたら、寄り添う e ネットに再度ログインの上、ご入力をお願いいたします。